武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は山形大学の生物の勉強について話していきたいと思います。生物ですが、医学部医学科、以外の学部、学科に関してはですね、大問4題で時間120分で、医学部、医学科に関しては大問2題で、2科目で120分という形になっています。で、問題の特徴としてはかなり論述が多いというところですね。医学部医学科でも、まあ、大問2つでも500字から700字程度は要求されますし、あとは医学部以外のところだとさらに増えて1000字を超えるような記述量が出てきたりはしますので、論述練習というのが必須になります。で、問題の難易度としてはですね、あとはその結構そのグラフやデータなどの読み取りが非常に多い問題となっておりますので、まあ、実験考察の対策もかなりやっておく必要があります。要は問題集の答えを覚えて解き方さえ暗記してればというよりは、その場で考える能力はかなり要求されるということですね。なので理系標準問題集など、しっかり、やっておく、まあ、マーチレベル、やっておけばレベル的には十分なんですが、まあ解説も含めて自分でどう考えるかという練習をしっかりしておきましょう。それに加えて論述の問題集一冊はやっておいた方がいいかと思います。まあ、大森通りの生物記述論述問題の解法や生物記述論述問題の観点対策などを使って今一冊仕上げてプラス過去問のやり込みという形でやっておくようにしてください。で、まあ、実際過去問を解いていけば分かるとは思いますが、先ほども言ったように割とその場で考える問題というのが非常に多くなってはおりますので、それも自分で解いて答え見て答えを覚えた終了ではなくて、その問題からどういう情報を読み取ってどう答えにたどり着けばいいのかという部分をしっかりですね、学んでいくように心がけてください。以上が生物の勉強となります。